アズールは西ドイツ発の人工衛星。バンアレンタイ太陽粒子、オーロラ研究科学衛星。1965年7月17日、NASA と BMWF との間で地球放射を調べるために西ドイツの人工衛星を軌道に投入する共同プロジェクトを開始する基本合意書が結ばれた。NASA はスカウトロケットを提供し、打ち上げ、トラッキング、 データ取得とともに GMWF 職員の要請も行うことになった。1966年6月 NASA は GRSA の設計を行い、1968年に BMWF は人工衛星の名前として a z u ルを採用した。1969年11月8日にスカウトによってバンデンバーグ空軍基地から打ち上げられた。 起動投入から約24時間後、コマンドシステムが不安定になり、通信が途切れ途切れになりながらも、任務を続けた。1969年12月8日、テープレコーダーが故障した。しかし故障する前に、西ドイツ側は予定していたデータの85から90%は、すでに習得済みと推定した。衛星のテレメトリーシステムが故障する1970年7月、 はじめまですべての実験は通常通り行われた。ありがとうございます。